いどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日はこちらベイビーピンクさんからねちょっと動画をお送りしたいというふうに思うんですけども、なんで私今ここにお邪魔してるかっていうと、皆さん WPA っていうイベントご存知ですかね。エーテルさんっていうね、クランのアチュさんが、多分主催してくれてるのかな。で、WPA、ウェルプレイドリーグっていうね、有名なイベントがありますけども、これの、同じルールを使って遊ぼうということで、ウェルプレイドの WP と遊ぼうの A で WPA っていうね、ミックスクランのイベントをやってくれました。で、そこに、関西クラクラクラブ参加するにあたって、ちょっとね、タウンホール10の方がちょっと層が薄かったんですね。で、そこを埋めて一緒にやってくれたのがベイビーピンクさんでして、本日ね、そのお礼も兼ねてちょっとぜひ動画を撮らさせてほしいとお願いしたところ、リーダーさん、ミユさんがね、ご開拓いただきまして、で、今お邪魔してるということになります。で、ちょっとね、冒頭簡単に、ベイビーピンクさんのクラン紹介をさせてもらいますと、ベイビーピンクさん、2つのね、オンリークランを持ってます。一つはこのタウンホール10オンリーのクラン、あともう一個、これクラテスに書いてありますね、ニオっていうタウンホール9オンリーのクランで、特にタウンホール9のクランの方は結構いろんなね大会にオンリー大会にこう参加してバシバシねもうやり始めていて、この10の方もこれからどんどん大会に参加して盛り上げていきたいっていうことなんで、もしねタウンホール9や10で行き先迷ってるよっていう方がいらっしゃったら、ぜひね門を叩いてみていただけたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。でめっちゃレベルが高いんで、今日のね動画も非常に皆さん楽しみにして見てもらえたらというふうに思うんですが、ベイビーピーピンクさんからお送りするリプレイ全部でね4本今考えてます。で本日はそのうちの2本を見てもらいたいんですけども、どういう内容かっていうと、これね本当にタウンホール9が長かった方なんかはかなりその興奮するんじゃないかと思うんですけども、基本に忠実なアタックなんですね。これをぜひね本日の動画から見てもらいたいというふうに思います。ではね、早速行ってみましょう。まずはこちら、ホワイトさんが攻めてくれた、これぞなんていうのかな、タウンホール9の王道戦術ともね言われる、ハイブリッドです。で、ベイビーピンクさんの特徴は、皆さん突破兵器使わないんですね。なので、兵器なしで攻めているためにこうウォールブレイカー使って今、9時方面壁開けをしていましたよね。こういう技術もね本当にうまいんですが、何よりこの攻めでこう見てもらいたいのは、綺麗にこうねバルキリーやキングが、バルキリーやキングとアーチャークイーンですね、三軸角の壁に入っていって、こっから空を回していくんですが、皆さんねこの空回しぜひね注目して見てもらえたらと思います。空ねこういう風に回るんですね。こういう風に回っていくんですけども、この空パートがねまあすごい。何がすごいかぜひねちょっと動画この攻めを見ながら解説をさせてもらえたらというふうに思います。今、相手のアーチャークイーン処理しましたね。当然これはもう処理マストです。アーチャークイーンって何ていうのかな、で対空ユニットだったり、あとはホグライダーですね、こういうユニットで攻めていく場合天敵になっちゃうんですね。なぜかはもう説明するまでもないと思いますけども、バルーンや、ホグライダーって、アチャクイ攻撃できないんで、残しておくとガンガンやられちゃいますよね。でもう当然それを処理できる3次方面から入っていってるんですけども、さてここまで見てもらって凄さ分かりますかね。何かというと呪文の使い方なんですね。ぜひねちょっとこのリプレイもう一回流すんでよくよくね見てもらいたいんですけども、呪文を固め打ちしてるんですよ。この辺にわかりますかね。っていうことはこっちですよ、こっち、これ呪文なしですよね。なし、呪文なしで攻めていってですね、この辺を。このね、なんていうのかな、呪文の温存のさせ方が本当にすごくて、ただ単に温存させてるわけじゃないんですよね、これって。どういう考え方で温存させてるのかっていうところを、
ちょっともう一回ねこのリプレイ振り返りながらね見ていきたいというふうに思います。まあやばいですね、これ見たときさすがにびっくりしました。あの落ち着いてるなっていうふうに思ったことと、よくね配置を見てるなっていうことですね。でまあ余談ですけども、なんていうのかな、あの前回をそのなかなか取れないって悩んでる方っていうのは、もしかしたらねプランをすぐに決めて、あまり深く一つのプランのリスクとかを考えてない方多かったりするんじゃないかなって思います。逆にこのホワイトさん何を見ていたかというと、おそらくですけど、対空砲ありますよね、ここにこういう風に、でこの対空砲に例えばここに、ラバーがついた時にここに攻撃をしてくる施設って何があるだろうっていうと、このアチャ島はギリギリで、ここのアチャ島は絶対してきますよね。でこっちからはしてこないですよね。まあテスラなんかがあった場合また別なんですけども、少なくともこの対空砲にラバがついている限りは周りにいるバルーンって無事ですよね、安全ですよね。だったら無理をしないでそのヘイストなんかね使ってどん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 攻める必要がないわけですよ、ラバが盾になってくれてるんだから。なんで今これ、見てもらって分かる通り、バルーンがじわりじわりとこの対空砲に接近していきますよね。ここに分かりますかね。じゃあ2つ目、対空砲はこのウィズ島がちょっと、ギリギリターゲット取れるかどうか分かんないところにいますね。あとアチャ島が2個います。なんですけども、まあまあこんな感じですよ、ウィズ島もラバにしっかりタギを取ってくれてるので、これであればねここもヘイストはいらないですね。でここのレイジっていうのは、ラバハウンドの体力が結構そろそろきつくなってきてバルーンも減ってきたので、これはもう使うべき。ただおそらくねこれ別にここで使わなくてもいけたかもしれないですね、今のこの最終区画でも。で今このいる最終区画、ここですね、ここにおいてはもうラバハウンドがほぼ全部溶けちゃってるので、もうバルーンが落とされるしかない。だからそこでヘイストを使って一気に加速して、バルーンへダメージが入ってやられる前に全部倒しちゃおうっていうことで、だん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 とこうね呪文を打っていってるってことなんですよね。まあすごいですね、あのラバホンドやられてるって言いながら1体残ってましたけども、まあ、結構あそこの最終核ね、あのラバが1体弾けてしまって、で防衛施設が結構こう散らばってるので、なかなかねダメージのそのターゲット集めっていうのがラバ1体でしにくかったってことですね。ちょっと私今言い方を間違えましたが、ラバ1体でターゲットを集めきれないゾーンだったんですよ。なのでそこに呪文を一気に落として突破していくっていう感じですね。まあお見事で、まあもう一個加えて言うと、ここヒールを使ったところねですけども、ここマルシインフィノタワーがありましたね。ここに関してはもうヒールがマストです。序盤でそうは言っても多少ダメージを受けて傷ついてきたバルーン、あの赤風船なんかも食らっちゃったりでね、バルーンをもしも、野放しでマルチインフェルノにぶつけてしまうと、そこでもって全部やられちゃうっていうリスクがありますんでね、こういうところはしっかりと、ヒールを使ってケアしていくということですね。どうでしょう、バルーンを回すルート作り、ルート作りに関してはこの次の動画でもね、このユウさんのアタックでももう一回ちゃんと話をしますけども、バルーンのルート作りだったり、バルーンへの攻撃がどこら辺から集まるのか、まあ当たってくるのかっていうね、そのダメージの集中度合いを考えて呪文も使う場所をちゃんと計算する、序盤からガンガンヘイストを使えばいいってことじゃないんですよね。このなんていうのかな、しっかりその村のね特徴っていうのを見て、どういう展開が起こるだろうっていうね想定をしながら呪文の使い方をちゃんと臨機応変に考えていくパターンでやらないってことですね。これが本当にうまかったというふうに思います。で2つ目、このアタックもレベルが高いんですよ。ぜひぜひね見てもらいたいというふうに思うんですけども、今回はちょっとね簡単にプラン説明先に行きましょうかね。まずこの区画にこういう形でゴレ、あとヒーロー、あとバルキリーたちを流し込んでいきます。で、ホグライダーたちを一気にね、あとこの辺からバーッとこう流していくと、まあ、いう感じのプランになっていきますね。まあ、今回もアーチャークイーンここにいますけども、まあ、これはしっかりね陸パートでヒーローパートでこう処理ができますんでね、
そこに関してはもう問題がないというところですね。で、まあ細かい、ポイントっていうのはこれからじっくりね、話もしていきますけども、今のこのウォールブレーカー使った壁開け、これもうまいですね。さっき の、 あのバルーンとラバーハウンドの関係と同じで、あの勢いで攻めてないんですよね。しっかりと、ゴーレムのターゲットがどこまで取れるか、どこまでの防衛施設のターゲットをゴーレムが取ってくれるのかっていうのを見極めながら、ウォールブレーカーをね、ここなら当てていけるっていうところに当てていくっていう、この発想ですよね。まあこれがすごい。で、このジャンプの使い方も非常にうまいんですよね。クイーンとか、まあ、ババキンがどういう風に歩くかっていうのをちゃんと、計算しながらここに打ってますね。こういう感じですね。ここにこう打っているので、ちょっとこの壁のね、あの切れ目というか、この接合部、ここにもちょっとかかっちゃってますけども、まあ、基本的にはここにかからないように打ったんでしょうね、意図としては。そうすると当然こういう風な形でイーローたち、まあババキンとかね、クイーンは動いてきますね。そうすると壊せる範囲っていうのが、まあ大雑把に言ってですけども、まあこの辺までをヒーローパートで壊して、ホグライダーを回す対外層のこのルートっていうのを作っていくってことですね。非常に狭いルートをホグ回りますよね。こうすると、あ、ごめんなさい、こうするとこういう L 字をホグ回すので、ヒールを非常に当てやすいっていうことですね。まあ、このルート作りをするための序盤のウォールブレーカーの壁破壊だったりとか、あとはヒーローパートのその動かし方っていうのが本当にね、まあ、優秀な攻め方をされてるなっていうふうに思いましたね。まあレベルが本当に高い。で、まずこれです。これ多分初見じゃなかったのかなと思いますが、どうなんだろう。ゴーレムでしっかりターゲットを取ってますね。ここの施設、ゴーレムの守備範囲にこう全部入ってきますよね。このクロスボウもこのちゃんと迫撃砲を壊すタイミングでターゲットを取っていくので、まずはね、ウォールブレーカー1個で小爆弾の回収確認をしてから、このクロスボウのターゲットをゴーレムが取ったところを見て、本体のウォールブレーカーを入れていくっていう、この順番ですね。これも非常にうまい。で、火力が集中するところではレイジからのジャンプで、さっき言ったようにしっかりね、区画ごとにユニットがばらけないようにジャンプかけてますね。そして L 字をこう組み上げるための前準備を終えて、ここですね、この区画までこう壊すための前準備を終えて、残ったこのゾーンにホグライダーをこう流し込んでいくという格好になってますね。まあ、非常にこの辺スムーズです。もしもね、これジャンプの呪文をここにかけてしまった場合、どうなるかというと、ユニットがこう入ってきますよね。全部こう割れちゃうんですね、あっちゃこっちゃに。こういう風にこうすると、ユニットって束になってると強いんですけども、割れちゃうと非常に弱いんでね、この辺の防衛施設からガンガンこうダメージ受けて、かっこ経費働いちゃって、この陸パートがここまで多分伸びないと思うんですよ。そうすると伸びなければ当然ホグライダーが通るルートっていうのも広がってしまって、ヒールの輪にうまく入りきらなくなるので、まあ、今言ったようになるべくね、ヒーローたちっていうのを、まとめ束にして、区画にこう入れていくっていうね、発想でジャンプの呪文を使ってます。ちょっとね、余談かもしれないけども、壁っていうのは当然ユニットの行く手を阻む邪魔なものなんですけども、うまく利用すればその壁自体にユニットが束になって移動できる道にもなるんですよね。その道にするためのジャンプの付け方っていうのを今回のユウさんはすごく上手にされていたので、まあ、ホグライダーがこれだけ生き残ってきちっと前回までつながっているということですね。まあ、本当にどちらも基本的なことですね。村をよく見るっていうことと、あとは相手のその区画を利用するだったり、ターゲットをしっかりと、どのその盾役のね、ゴーレムとかラバーハウンドがどの施設からどのタイミングでどういう風にターゲットを取るのか、この辺をよく見極めながら、攻めている、この序盤だったり、まあ、終盤のラバー回しだったり、ぜひぜひね、
なんていうのかな、タウンホール10の方で、まあ、前回悩んでいる方はもちろん、もうね、いろんな戦術を身につけている方も、再度よくこの辺っていうのは、なんていうのか、参考にさせてもらった方が、してもらうといいんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、11とか12で結構ね、突破兵器を使って勢い任せに攻めている方って、まあ、私も含め多いと思うんですけども、改めてね、こういう基本に忠実な攻め方っていうのも一度やってみるとね、多分クラクラ自体が面白くなると思うし、まあ、いろんな場面で自分の戦術の幅を広げる本当に底分けの効果があると思うので、ぜひね、参考にしてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、というところで、本日はね、失礼いたします。次の動画ではちょっとこれよりも応用編というかね、少し、パンチのあるような、ひねりのあるっていうのかな、アタックを紹介したいと思いますので、ぜひご視聴ください。そして、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴をどうぞよろしくお願いいたします。では本日は失礼します。バイバイ。